はい、オルゴール体験ですね。やりたい。これやる？うん。じゃあ今からね、このオルゴール体験工房でオリジナルのオルゴールをね、作っていきます。こんな感じなんですかね。じゃあやってみようか。じゃあ行ってみたいと思います。決まりましたら裏にボンドを塗ってくっつけていきます。こちらのボンドなんですが2種類ありまして、混ぜると固まるボンドになってます。なので使うときはしっかり混ぜてから使ってください。混ぜが少ないとすぐ取れてしまったりベタついたりしてしまいますので、しっかり2色混ぜて使ってください。ただし一番最初に全部混ぜてしまうと後で固まって使えなくなりますので、使うときに使う分ずつ混ぜてください。小物の位置が決まりましたら、その裏に混ぜたボンドを塗ってつけていきます。小物を全部つけ終わってから一番最後に砂になります。カップに開けていただいて、混ぜたボンドを直接オルゴールの表面に塗って、こちらのスプーンで振りかけて使ってください。ボンドの方は足りなくなりましたらお声かけください。失礼します。はい、ありがとうございます。はい、では塗っていきましょうか。まずこちらお姉ちゃんが選んだのはテーマは何だったっけ。動物園。動物園だそうです。ちょっと見せて。これがお父さんとライオンとクマちゃん。クマさん。なんだ。なんだ。パンダね、動物園ですよね。はい、リモートちゃんはテーマなんか海の中。海の中、見せて何選んだの。カメとイソギンチャクと海藻。イソギンチャクじゃないの。イソギンチャクの方。イソギンチャクじゃないの。ヌーみたいなやつだね、うん、はい、では作っててください。はい、お姉ちゃんのテーマは何だった。動物園。動物園、動物園あるあるの完成でーす。どん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 。ちょっと回してみて。何のオルゴールだ。一応ヒーローかな、アブロナミエちゃんのヒーローの曲だそうです。妹が興奮しちゃう。妹が興奮しちゃう。動物のメリーゴーランドみたいな。動物が待っております。はい、ということでお姉ちゃんのテーマ動物園のオルゴールの完成でーす。やったよ。できた？うん。よっしゃ、じゃあこっち見せてね。テーマは海の中。海の中、オルゴールの完成です。
海の声ですね。いいね、オルゴールの音楽とぴったし。はい、ということでオルゴール作り体験でした。ちょっとお姉ちゃんの見せて。